政府・与党の説明責任が問われ続けたこの国会は今日、事実上閉会します。夕方には菅総理大臣が記者会見に臨む予定です。中継です。野党側は新型コロナの対応や安倍前総理の説明を求めて会期延長を申し入れましたが、この後否決される見通しです。疑惑や疑念やそれからこの感染拡大に対して議論をされるのが嫌だから蓋を閉じるというですね、そういう国会でいいのか。政府与党は来年度の予算編成などを理由に国会を閉じたいとしていますが、相次ぐ政治と金をめぐる疑惑について応戦を図りたい思惑もあります。国会前半では学問の自由への介入との批判を浴びた日本学術会議の任命拒否問題が焦点となりましたが、拒否した具体的な理由は語られないままでした。新型コロナ対策についても GoTo をめぐり対応が後手に回った感は否めません。与党からは菅総理の姿が見えなかったとの厳しい意見も出ています。菅総理は夕方就任会見以来初めてとなる会見を開きます。新型コロナの感染拡大が懸念される中で、まずは国民の不安を払拭できるのかが問われます。